んにちは、なほねえです。今日は前回予告した通り、刺し子の手作りマスクを紹介していきたいと思います。用意するものはですね、まずこちらの、まあ、今売ってるかどうかわからないですけれども、セリアで購入した刺し子のミニ花布巾ですね。これはね、もう多分今第2シリーズだと思うんです。第2シリーズ、第3シリーズとでいろいろ出てるみたいなんですけれども、とりあえず、まあ、セリアさんで、売っていれば、まあ、この柄ではなくても今ですね、マンダラ風とかアニマル風とか、あの北欧風とかいろいろ出てますので、お好きなものを使っていただければいいかと思うんですが、サイズが 33×18cm のものを使います。こちら水で消える図案なので、最初にあの水に浸して、あの水通しということはしないでくださいね。あとアイロンももしかしたら消えてしまうかもしれないので、アイロンもかけないで、もうそのまま開けてそのまま使います。で、他に用意するものはこう、まあ、針と糸ですね。そしてハサミ、そしてマーカーペン、これは自然に消えるタイプですけれども、フリクションのペンとか熱で消えるタイプとかいろいろあると思いますけれども、こういうのを使ってください。あとですね、マスク用のゴム、こちらは湯沢屋さんで購入いたしました。セリアさんでも前はあったんですけど、この間私が見に行った時にはもう売り切れていたようでないんですけど、もしなかったらあの細い感じの平ゴムでもいいかと思います。あとは定規ですね。そして、こちらが完成品、一応完成しました。こんな感じですね。こちらですね、ワイヤーも入っております。使い捨てマスクのワイヤー部分だけをちょんと切って、ワイヤー部分だけを、取ったものをリサイクルしてますね。でこちらのいいところは、生地を折り込んで、作るので切らなくていい。そして縫うのはなんと1回だけです。周りを一周ぐるっと縫うだけ。まあ、こちらの刺し子の部分はね、刺しますけれども、もし刺すのが苦手な方でしたら、この 33×18cm の、生地をね使えば、切らなくても、本体その他は切らなくてもできますということなので、お好きなガーゼ生地や、普通のコットンの生地プラス裏面だけガーゼなどするようにね、使っていただければできるかと思います。では早速作り方からやっていきたいと思います。まずですね、この刺し子付近開けましょう。開けると、こんな感じでプリントされてますね。で、刺し子、これ全部刺さなくてもいいんです。実際使うのはですね、今じゃあペンで書きましょうか、分かりやすいように。ここが今33センチぐらいあるんですけれども、まず上から2センチ、そしてここから10センチ、そしてここから10センチ、そしてここから10センチに印をつけます。33センチって書いてあるけど、だいたい残りが2センチ、34センチ分ぐらい生地は入ってるかと思いますので、これをまあ上下に印つけていきますね。2センチ、12センチ、22センチ、あと10センチですね。そしたらですね、大事なのはここから ここですね。ここの一番上の10センチの部分がこちらの本体になりますので、刺し子をする方はここからここまでの分の刺し子をしてください。あ、で横がですね、何センチにしたっけな、2センチは開けといてください。こっちも2センチ。
2センチずつは、脇で使いますね。なので実際、刺し子をするのはここの枠の間だけになります。もちろんあのガーゼのプリント柄の生地を使うっていう方は刺し子をしなくていいわけですので、これから後の説明だけで結構ですね。でまずここを、刺し子したとしますね。はい、でここからなんですが、まずですね、ここを上を2センチのとこですね、折ります。でここが刺し子をした状態ですね。刺し子をするときはこの2枚重ねた状態で、まあこう縫っていくわけなんですけど、あ、それで刺し子をする本当にね、刺し子でやりたいっていう方は、この間もご紹介しましたけど、縦目と横目があるんですよ。で縦目はあのこの耳のマチがついてる方が縦ですね。で引っ張ってもこう伸びないのが縦です。で、引っ張って若干こう横にブニッと広がるなっていうのが横ですので、縦目の方向からこう刺していく方がいいそうです。なので これの場合は、まあ、真ん中からやるとしたらここですね。こっからこういくか、こっちからこういくかしてください。あんまりね、こうなんかいろんなところからやってしまうとブヨブヨになってしまうので、もうここから始めるよと決めたら、もうここからこういってこっちもこう縦にやってから、斜めとかね、横とかに、刺していってくださいね大丈夫かなこれで。でまあここがこう縫い上がりました。縫い上がったとしますね。そしたらですね、これをこうですね、この最初の2センチのところを半分に折りますね。このだから1センチぐらいこう、まあ、縫ってあるのでちょうどのところでこう折り返しますね。でここは耳を使ってるので端の処理はしなくていいですよね。でこうなった状態、そしてこの後ろのペラペラをこっち向きに、この上の際と合うように、見えるかな、上の際と合うようにこう折りますね。はい、もうほぼできた感じですよ。そしたらあとね、ゴムを横につけるんですけれども、ここのね、ちょっといろいろ考えたんですけど、まあこれを中に折り込んだらいいかとかやったんですけど、ちょっとどうしてもここあのゴムが入らないので、だったらもうこうここを二重に折って、でここを祭り縫いしてしまえばいいんではないかということで祭り縫いをしました。で祭り縫いをすることによって、ここに少しだけ空間ができるのですよ。でこの空間を通ってゴムを通したのがこちらです。この間ですね、この間に通っております。見えるかな。で、まあここを仮止めしときますね。で反対側も仮止めしてます。でここはまだ縫わないでくださいね。よいしょ、わかりやすいように色を変えときましょうか。こんな感じですね。で幅はこのサイズになるんですけど、もう輪ゴムを通す場所が決まってます。そしてちょっと今さっき材料のところに紹介しなかったですけど、使い捨てワイヤーから拾ってきた、ノーズワイヤーですね、形状記憶のワイヤーで、これをですね、もし刺し子をしてあればここら辺にこう斜めに糸が渡ってるはずなんですよ。
で、その斜めに、斜めとか縦とかにね、渡ってる糸にこうくぐらせて、ちょっと仮置きしといてください。この向きでですね、この向きで、入れますね。この向きで入れます。そして、これでしまう感じ。これどうなってんだ。こうなってるでしょ実際にやったやつじゃないと分かりにくいな。まあこう入れて、あ、ここに差し込んで、でこれはこう内側に、しまいますね。そしてあとはこう周りを縫うだけなんですけれども、こっから行きます。こっから行って、ここのワイヤーがあるところの下をぐーっと一本引きますね。そして裏に行ってここをまつります。そしてこの下のところをこう縫いますね。そしてまたここをこうまつります。はい、そしたらまた今度表に返して、このワイヤーの上のところをぐーっと縫えば、一周するだけでマスクが完成という風になりますね。で、このゴムはですね、こちらのゴムを26センチの長さで切ってあります。だいたい女性の人でしたらこのサイズでいいかと思います。男性でしたら30センチ切って調整してみてください。まあ、男性でしたら差し子のマスクをあまりするという方はいないと思いますけど、無地のガーゼのマスク、ガーゼのハンカチなどもセリアさんに売ってましたので、こちらなどで、代用してみてください。これも、まあ、今度やりますけれどもこれも大体30センチなので同じような作り方でできるかなと思います。ちょっと待って、これが 33×18 だよね。でちょっとこう脇の部分をガーゼ厚くするとかになってしまうかもしれませんけど、基本的な作り方はこんな感じで、あとはこの結び目をこう中にしまえばいいだけですね。どうでしょうか、できそうでしょうか最初のね、刺し子をするのに結構時間がかかってしまうので、もう刺し子は無理っていう方はぜひガーゼの、ハンカチなどを使って、代用してみてはいかがでしょうか。そんなにね、作り的には難しくないです。こう3つに畳んで横をくるくるっと巻いて、まあね、いっぺんにこうやるのが難しいって方はもう最初にここまつり縫いをしてから上と下を縫うっていうのだけでもいいかと思います。それだったらこうまつり縫い 1,2 やってから 1,2,3,3,5 回縫えば出来上がりますね。ワイヤー付きのマスク、ぜひお試しになってみてください。はい、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルいいなと思った方はグッドボタン、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。刺し子ですね、こう今色の糸で分かりやすくやりましたけど、これ同系色の白とかで刺すのも素敵だと思いますよ。さりげないおしゃれってやつですね。ぜひお試しになってみてください。それでは今日はこの辺で、チャオー。